はい、ということで、ちょっとね、動画に入る前に一つ皆様に重大なお知らせがございまして、もしかしたらみんなに会えるかもしれないっていうお知らせなんですけれども、12月11日、12日の2日間ですね、なんと、アベマのポップアップストアを開催することになりました。以前ポップアップストアを新宿ルミネで開催させていただいたんですけど、今回もね、都内にはなってしまうんですが、今回はアベマだけのポップアップストア、スペースを借りてポップアップストアをやることになりました。会場が代官山になります。代官山からもほんとすぐ、歩いてすぐのところになってて、時間が12月11日がオープン13時でクローズが19時なんですけど、クローズ19時にはお店を閉めてしまうので、最終が18時半までになります。次の日12日はオープンが11時、ちょっと早めの11時からクローズが18時なので、これもラスト入場が17時半になります。今回そのコロナ禍っていうのもあるので、チケット制という形を取らせていただきました。で、そのチケットがもう今からスタートしております。この12月4日8時からスタートになります。1枚のチケットに同行者1人まで OK という感じになるので、お友達と一緒に来ていただいたりとかっていうのもすごく嬉しいです。数に限りもあったりするので、枠がいっぱいになってしまったらその時間はちょっと難しいっていう感じにはなってしまうんですけれども、ちょっとの空いてる時間とかにちょろっと遊びに来るっていうだけでも全然ありがたいので、ぜひぜひお越しください。詳しいことは概要欄にもね、載せておこうと思うので、ぜひそちらからもチェックしていただけたらと思います。で、その今回のポップアップストアなんですけれども、前やったようなポップアップストアとはちょっと違って、アベマを応援してくれてる方でもやっぱりちょっとお値段がっていう方だったりとか、実際にこう見てみないとわからない、買えないっていう方もいらっしゃって、そういう方々のためにどうしたらいいかなっていうふうに考えてたんですけど、今回のそのポップアップストアっていうのが、アベマの今までの商品をずらーっと並べる予定で、で、しかも今回なんとセールを行いたいと思っております。もう本当にここだけの話、マックス 50% オフっていうのもあるし、まあ、平均でも 40% オフぐらいになるので、今までちょっと予算と合わなかったっていう方だったりとか、実際にこう手に取っていただいて試着もできたりするので、ぜひぜひそういう方に来てほしいなっていうふうに思っております。で、今回もちろんノベルティもご用意させていただいていて、先着にはなってしまうんですけれども、レザーのコンパクトケースをノベルティとしてご用意させていただきました。ちょっと今実物がなくてお見せすることができないんですけど、イメージがこんな感じになってて、ちっちゃめのコンパクトなポーチになってて、この上のところがこう磁石でくっついてる感じなので、横ピッと押したらパカッて開くような、なんかそんな感じのポーチになっております。これが1万2000円以上購入していただいた方にノベルティとしてお渡しさせていただくという感じになっております。ぜひぜひゲットしていただけたら嬉しいです。冒頭でもみんなに会えるかもって言ったと思うんですけど、私もこの2日間、詳しい時間をお伝えすることできないんですけど、ギリラでまたお店に行く予定なので、タイミングが合えばぜひお話ししましょう。あとそうだ、チケットをご予約いただいた方に入場の時に確認を取るので、なんか身分証とかがもしあればスムーズに受付ができるかなっていうふうに思うので、ご用意していただけると嬉しいです。急ではあるんですけれども、来週の土日ですね、皆様にお会いできることを楽しみにしております。チケットも今からも開始しているので、ぜひぜひお早めにゲットしてください。では本編へどうぞ。はい、皆さんこんにちは、ジュナタンです。はい、今回はですね、ゲットルディーズミーを撮っていきたいと思います。で、今日なぜこんなにもテンションが高いかっていうと、めちゃくちゃ久しぶりのトリプル A さんのライブに行きたいと思います。今日が初日なんですよ。ちょっとまあお話はメイクをしながら、準備しながらやっていこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速メイクからやっていきたいと思います。でね、今日はもう待ちに待ったテイプレイさんのライブなんですけど、今日が本当にツアーの初日なんですよ。ツアー休止前最後のライブをやる予定だったんだけど、それがコロナとかでちょっと延期になっちゃって、やっと振り替えが決まって、今日は埼玉ですね。埼玉のメットライフドームっていうところらしいんですけど、行ったことがないのでどんな感じかなってすごい楽しみなんですけど、それもなんかちょっと半野外らしくって、すごい寒いみたいなので、防寒もしっかりしつつ行こうかなって思ってます。で、今回のそのライブがドームツアーなんですけど、多分私トリプル A さん好きになった理由話したっけ、 YouTube で話してなかったかな、多分話してない気がするんですけど、なんかきっかけを話すと、もともとどのぐらいだろう、私が小学生かぐらいの時に何で知ったかちょっと忘れちゃったんですけど、トリプルセブンっていう歌があって、それをなんか聞いてたんですよ。当時のウォークマンみたいなすっごいちっちゃいやつで、そこに多分音楽を入れて聞いてたんですね。で、その時はその
歌が好きで聴いてた覚えがあって、トリプル A さんだから聴くみたいなのとかは全然なかったんですよ。なかったんですけど、それを聴いてて、その時は別にそこからハマることもなく、そんなにトリプル A さんについても知らなかったんですね。あのね、中学校に入った時に先輩にトリプル A さんが好きな方がいて、でなんかよく SNS とかでも上げてたりとかしてて、好きなんだぐらいで思ってたんですけど、多分その方がなんかで絆合宿っていうメンバーがこういろんなところに行っていろんなミッションをクリアしていくみたいな番組っていうのかな、あれは。私が見たのは YouTube だったんですけど、ウェブ限定でなんかそういうのが配信されてたんですよ。でなんかわかんないけど私それを多分見たんですね。でそっからなんかもうハマっちゃったんですよそうだから私この曲がすごい良くてトリプル A さんハマりましたとかじゃなくて、もともと始まりが絆合宿だったんですよね。絆合宿見てなんかすごい楽しそうだなって楽しそうだなんか分かんないけど、なんかそれで結構どん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 とハマっていったんですよね。だから多分ちょっと珍しいタイプだとは思うんですけど、そっから曲とか聴くようになったりとかしてっていう感じだったかな。でファンクラブ入って、で私が初めて行ったライブがあのテンスの時、10周年の時の初の野外ライブ、富士急のライブで、それの確か2日目だったかな、 DVD にも収録された日だったと思うんですけど、それ初めて行って、でめちゃくちゃ楽しくて、そっから多分もうほぼ毎年のツアーというか、まあ、ライブに行った気がしますね。でもね、あれだけ行けなかったんですよね。初めてのドームツアー、ファンタスティックオーバーは私は行ってないかな。それ以外のライブは割と行ってる気がする。 DVD も買ってっていうぐらい本当に大好きなアーティストさんで、なんか私今まで何名か好きになったアーティストさんとかっていうのはいるんですよ。一番最初本格的にというか初めてすごい好きってなったグループが嵐で、私がどんぐらいだ、小学校 4,5 年生とかなのかな、もうちょっと前からかな。割と小学校はずっと嵐さんが好きでしたね。私はね、翔くんが好きでした。で、嵐さんもファンクラブ入りたいぐらいまで行ったんですけど、まあやっぱその時はね、自分でお金も払えないし、コンサートも結局ファンクラブでも行けないみたいな、まあめちゃくちゃ人気なので、行けないみたいな感じで言われてたから、なんかね、用紙かなんかまで書いたんですよ、ファンクラブ。申し込み用紙かなんかまで書いたんですけど、結局入らずで終わっちゃって、でなんか一回ねコンサート会場に行ってグッズを買ったりとかしてやったこともあったんですけど、結局ライブはずっと行けなくてっていう感じでしたね。でも嵐さんのライブは行ってみたいですよね。一回は行きたかったなー。でそっからそっからいつだったっけな、中学校ぐらいの時にキャリーパミュパミュさんがすごく好きになって、YouTube でポンポンポンの MV を見たんですよ。当時すごい話題になっててかなんかで見た時に、なんだこの世界観はと思って、それで一気に好きになって、キャリーもファンクラブ入るまではいかなかったんですけど、たまに私の SNS でも出てくるユーナっていう子がいて、その子もキャリーが好き でユーナは多分ファンクラブ入ってたのかな、なんかでたまにこうコンサートに一緒に連れてってもらったりとかして、キャリーも結構長い間好きだった気がします。多分中学校ずっと割と好きだったんじゃないかなと思うんですけど、で中学校 2,3 年生ぐらいかな、その時にそのトリプル A さんにハマって、もうそっからずっと好きなので、ファン歴で言うと何年になるんでしょうか15年とかだから、もう6年ぐらいかな、5、6年ぐらいなのか、ずっと好きですね。過去のライブの DVD とかも買ったりとかして見たりとか。私が一番初めに見たライブはゴールドシンフォニーでした。ゴールドシンフォニー、私的にもうなんだろう、多分一番最初に買ってもらったんですけど、その時はっていうのもあるかもしれないんですけど、ゴールドシンフォニー私はもうめちゃくちゃ大好きで、今でも結構トップに入るぐらい好きなんですけど、ゴールドシンフォニー良くないですか。めっちゃいいライブなので、機会あればぜひ見てみてほしいなって。なんでここまでハマったんだろうな自分でも分かんないんですけど、やっぱ歌はもちろんのこと、ダンスもすごいし、みんな美男美女だし、すごい一人一人個性はあるんですけど、でもみんなが集まった時の一体感だったりとかもすごく好きだったりとか、なんかその雰囲気、メンバー皆さんの雰囲気がすごい私は好きで、それに多分惹かれたんだろうなって。もちろん歌もですけど、でもこんなに長いことというか、私の青春時代全てがトリプル A さんだったので私の青春と言っても過言ではないんですけど、そうだから活動はまあ休止しちゃうっていうのを聞いた時はめちゃくちゃショックでしたね。まさかと思ってたんで、本当にそれ永遠に続かないのはわかるけど、いざやっぱそうなるとすごいショックだなっていうのが
あるんですけどね、まあ、でもなんかまた絶対戻ってきますみたいなのもすごい言ってくれていたりとか、やっぱ私もすごいライブがすごく好きなので、今回みたいにその延期してでもライブをしてくださるっていうのは本当に嬉しいですよねもうめちゃくちゃ楽しみにしてたんですよ今日、ずっとずっと。あれ、そうそう、前私動画にもしたと思うんですけど、タエさんのライブに行った時にペンライトがずっと売り切れててもうペンライトマジで買えなくって、何公演か行ったんですけど、今回こそは今回こそはと思って行くんですけど、毎回ペンライトソールドアウトになってて、ずっともうペンライト持てずのライブだったので、今回こそはマジでペンライトをどうしてでもゲットしたいです。なんか事前にオンラインで買おうかなとも思ったんですけど、送料とかもあるしなって思って、現地で買えたらいいなと思って今回も現地で買うつもりなんですけど、あるかな。なんかペンライトはずっとあるイメージがあったので、ソールドアウトとかあるんだと思ってびっくりしましたね。でもやっぱペンライトないとなんか寂しいです。今声も出せないじゃないですか。だからなんかそのライブ感っていうのがペンライトぐらいなんですよね。タオルも振り回せないから、ペンライトを持ってやっぱね楽しみたいじゃないですか。だから今回の私のこのツアーの目標はペンライトをゲットするという目標が自分の中であります。あ、で、そうだ、私最近なんか前インスタにもちょろっと書いたんですけど、細かいことなんですけど、やりたいことが結構いろいろあって、やりたいと思ってもいざ行動に示すのがすごい勇気がいったりとかっていうのもあるじゃないですか。で、まあ今の私のやりたいこと何個か挙げると、まず車の免許も取りたいなって思い始めてるんですよ最近。で、思った時に多分取らないと思うので、なんかそろそろ動き出そうかなとも思ってるんですけど、まだそれもやってないんですがあとずっと私トレーニング、ジムに通ってたっていうお話もしたと思うんですけど、ジムはもう契約が前終わるっていう時にそのタイミングでやめたんですよ。で、なんでやめたかっていうと、みんなにもね言ってもらえることあるんですけど、結構体の変化はもちろん感じてたんですけど、それこそ新しくやりたいことがあって、ずっと私ピラティスをやってみたかったんですよ。最近よく聞かないですかピラティスって。なんか私もそんな詳しくはないので、ピラティスってこうこうこうでみたいな説明はうまくできないんですけど、でもなんか特に女性におすすめらしくって、でも筋トレよりもそんなにハードなものではないっていうので、結構こう女性らしいボディラインだったりとか、姿勢が良くなったりとか、気持ち的にこう安定しやすかったりとかっていうのもあるらしくて、ゆっくりやる動作、まあヨガみたいな感じなのかな、近いやつで、それは私ずっとやってみたかったんですね。筋トレって己との戦いっていうかなんかすごくこう重たいもの持ち上げたりとかっていうのがあったので、まあ一旦ちょっとそのピラティスやってみたいなと思ってやめたんですけど、今日午前中ピラティス行ってきたんですよ、初めて体験に。で、本当私ヨガとかも、全くやったことなかったので、なんかそういう動きをするのが初めてだったんですけど、結構難しくて、全然筋トレと力の入れ方が真逆だったりとか、姿勢とかも全然違かったりとかして、筋トレは外側の筋肉を鍛えるらしいんですけど、ピラティスは逆にインナーマッスルっていうのを鍛えるみたいな感じで、結構ずっとお腹に力入れてたりとかっていう動作が多くて、で、私腹筋マジでないんですよ。なんだろう、インナーマッスルがとりあえずなくて、バランス感覚もないし、体幹も全然できなかったりとかで、本当にインナーマッスルがないので、だからすっごいきつくて、ゆっくりなんだけど地味にきついみたいな感じで、でもすごくまあ新鮮なものだからとっても楽しかったし、これからピラティスをね続けようと思ってます。まあなんかどんな変化があるのかとかいうのはすごい楽しみです、今から。まあ、なので1個やりたいことがクリアかなっていう感じですね。他にやりたいことで言うと、これは結構まあ大きいことというか、全然ちょっと勇気出せばっていう感じじゃないんですけど、いずれはやっぱずっと私が憧れてた海外に行ってみたいなっていう風に思ってて、それはもう旅行じゃなくて、何ヶ月間何年間とか分かんないですけど、海外で語学とか勉強したりとか、もっと自分のこう選択肢を広げたいなっていうのもすごい思ってて、日本だけの選択肢よりも、まあちょっと海外でも選択肢が増えたらいろいろ広がるなと思って、もし行けたら海外の生活の様子とかも YouTube に上げたいなとかも思うし、結構そういうのも興味がずっとありますね。それでも前々から割と言ってたんですけど、どんどんとね月日は経っていくので最近は割とそういうのを思ったりもしますかね。これ私あんま言ったことないかもしれないんですけど、ずっと夢だった自分のお洋服のブランド立ち上げたいっていうのをやらせてもらってて、もちろん大変なこともあるんですけど、それ以上にやっぱ楽しさが勝ってて、今はまだアパレルのお仕事にもね全然慣れてないので、それでもういっぱいいっぱいなんですけど、まあ、いずれはカラコンとか、あとはまあコスメとかのプロデュースもしてみたいなっていうのも結構漠然
とには思ってたりとかして、それもいつかできたらいいなっていうのも思ってますね。ライブだからちょっと青のアイシャドウをしてみたんですけど、なんかちょっとやりすぎたかな。なんかやりすぎたかもしれない、もしかしたら。可愛いんだけどちょっとやりすぎちゃったかな、色が濃かったかな、範囲が広かったかな。こっちやばいですよね、うちの目ちょっとどうにかしよう。なんかやっぱライブってこうメイクとかでちょっと遊べるっていうのもいいですよね。私いろいろライブのゆっとりデイズミーとか撮ってるんですけど、結構やっぱいつもと違った感じのメイクができたりとかっていうのがあってすごい楽しいですよね。このぐらいならまだいけるか。結構目頭にちょこんってハイライト的な感じでカラー入れたりとかはしたことあるんですけど、結構こうがっつり入れてても可愛いですよね。意外とちょっとグラデーションになるような感じで、意外とどうです、可愛くないですか。まあライブなのでね、このぐらい張り切っちゃってもいいのではないでしょうか。はい、ということでメイクこんな感じです。どうでしょう、ちょっといつもと違ったメイクというか、多分こういうメイク初めてやる気がする。推しのメンバーカラーがブルーなので、今回ブルーをいろいろ取り入れてやってみてます。いつもブルーですよね、でもね。まあそれはそうなるんですけど、いろんなメイクをやってみてるつもりではいるんですが、なんか参考になったら嬉しいな。こんなメイクもしてみました。ということで髪の毛をやりたいと思います。はい、ということで髪の毛やっていきたいんですけど、先にちょっと上だけ着替えました。崩れそうだったので、またコーディネートは最後に紹介します。今日はアップでいこうかなって思っております。ていうか最近私なんか食欲がやばいんですよね。常に何か食べてないとみたいな感じなんですよ今。本当に大変。結構そういう時どうしてますかみたいなのも来たりするんですけど、私はそうなっちゃうと食べてないとダメなので、食べます、食べるんですけど、食べるものを結構気をつけたりっていう感じが多いかな。なんかまあ太りにくいとされているものとかを食べたりっていう感じかな。まあ、結局でも何でも食べ過ぎると太っちゃうとは思うんですけど、その中でもみたいな感じで一応ね気をつけたりとかはしてるんですけど、やっぱ食欲には勝てないですよね、どう頑張っても。食欲ってほんと手ごわい。まあ、やっぱ毎年毎年私秋冬になると絶対に太るので。毎年そうなんですよね。なんか夏になるとちょっとまあ多分汗もかくことも増えるし、ちょっとは痩せるんですけど、毎年毎年秋冬が私は太りやすいので、まあ気をつけながらという感じですが、しかもやっぱ秋冬のご飯って美味しいから食べちゃうんですよね、どうしても。頑張りましょうみんなで。太ってきたなと思ったら気をつけつつ、でもなんかそんな神経質にそうねなりすぎちゃってもあれなので、私もちょっと最近なんか結構何を食べるにしても少しでもヘルシーなものをだったり、スーパーとか行っても絶対裏の表示を見たりとかっていうのがもう癖でやるようになっちゃってて、なんかまあそれもいいことだとは思うんですけど、それに神経質になりすぎちゃってるなっていう風にも思うので、なんかもうちょっと楽しくというかやりたいなっていうのもありますよね。だから何事もやりすぎはあんま良くないなっていうのはめちゃくちゃ思いますよね。マイペースに頑張りましょう。髪の毛も今日はこれでいこうかな、ラフな感じで。はい、ということでじゃあ最後コーディネートを紹介したいと思います。はい、ということで本日こんな感じでございます。じゃじゃーん、今日はそこまでなんか参戦感が強くないと思うんですけど、やっぱ寒いって聞いたので結構着込んでいきたいと思ってます。で、まあ、ポイント的にはこのパーカーが大さんのプロデュースの前のブランドのやつなんですけど、これを着たいなって思って、これがブラウンだったので全体的にブラウントーンな感じにしてみました。このパンツは前購入品で紹介したザラのやつ、レザーのやつで、ブルーをちょっと取り入れたいなと思ったので中にブルーの T シャツ着て、でシューズにもこのブルーのスニーカー、ナイキのカスタムしたエアフォースワンハイを履いていきます。ちょっと寂しかったのでアウターにこのヒョウ柄のコートを持ってきました。でちょっとブラウンすぎるなって思ったのでバッグでホワイトを差し色にしてて、でこれがめちゃくちゃちっちゃいので、あのみんな荷物はって思うと思うんですけど、まあ細々した荷物はこのポケットの中に入っております。なので今日はこんな感じでいきたいと思います。はい、というわけで今回はこんな感じでライブ前の Get Ready With Me 撮ってみました。もうほんと久しぶりのトリプル A さんのライブなのでめちゃくちゃ楽しみです。もうほんとに嬉しい、行けることが。いろいろと気をつけながら全力で楽しんでいきたいと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。
できます。